どうも、ねずっちです。アメリカハワイ州の議会でですね、タバコの購入年齢ね、今のところ現行21歳なんだそうですけどね、これを段階的に引き上げて2024年にはですね、100歳にするという法案の審議に入ったんだそうです。99までタバコ我慢してね、100歳だってタバコを吸うぞって人いないと思うけどね、実質まあやめろという話なんでしょうけどね、タバコやめろという割にはね、煙たい話だなっていう感じもしますけど、でも中にはいてほしいね。99までタバコ吸わずにね、私はね、100歳になったらタバコを吸う、これが私の目標なんですみたいなね、もう99歳になった瞬間、周りが頑張れ、あと1年だ頑張れみたいなね、いち早くタバコだけに支援を始めるんじゃないかっていうね。ねえ、だけどいざ100歳になった時にね、タバコ売ってんのかね。だって100歳以上しか買えないんだったら、ほとんど売れないってことだから、売ってるとこすっげえ少ないと思いますけどね。やっとの思いで発見してね、 あそこにやったーなんつってね、100歳だけにね、見っけたっていうね。ねずっちです。ちょっと今日は強引かもしんないけど、また。